うるせあれあれあれこれ一生残りますよこれ。何これ、キモいキモい、怖い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 。語り継がれますからねこれ。きつい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 。シシソンソンと語り継がれてるんですわ。こうやって。ん？ほい、来た来た来た。ほんとちょっとだけ待ってほしい。ほんとにちょっとだけ待ってほしい。あとちょっと、あとちょっと。うん、お嬢も、よかったよ。あとちょっと、あとちょっとなのよ。パブロケーキ何やってんの？あれ、お、ミサトラ、あれ、トラン、ランさんなんかトラン、僕に弁当からトラってなんか言って消えていきましたけど、僕ずっとタオルタスクやってて、ちょっとなんかですよね、なんかシャワー室入ったんですよ、はずは。シャワー室入ったら通報ボタン光ってるの分からなくて、上行ったらお少佐がタオルタスクでよいしょーって言ってやってて、そう、なんかシャワー室のタオル拾いに行ったら、なんかうろうろしたんですよ、ランさんが、うん、うろうろしてて、で僕そのタオルタスク行ったら、なんかチラッと現れて、さっき弁当がって言ってまた下に降りてって、僕はそのタスクをやってたって感じなんで、口封じられてんじゃん。で、町から赤い部にいたんだけど、町海外がいた。は？え？あ、え？アドミン？うん、そう。あ、そういうこと？あー、くのいちが透明になってるかもってこと。おー、弁当が分かんないけど、か、まあ弁当中にいるか、うん、はいはい、うん、だから赤い部の主がいるかも。主、主、主、誰だ、誰だ、誰だ。え、ハテナ、オシオンが切ってるのは見てないんだ。見てない、見てない。あー、なるほどね、うん、よっしゃーって言ってたってだけ。じゃじゃ、よいしょってタオルタスクをやってる、そうそうそう、しわさんが言った。だいぶ白いけど、だいぶ白いでしょ。マジで何も知らない人じゃん。何にも異変を感じてない人じゃん、それはもう。だいぶ白いです。 4,5 秒前ぐらいに武器庫の上パシンって開いたんだけど、あれ誰だ。武器庫の上、5秒前、武器庫の上出てこないの。武器じゃない。ああ、武器庫の上じゃなくなったら俺か。で、俺じゃない気がする。オケラ抱きてないもん俺。ダウンロードしてるバブキ、俺武器庫に置いてきた気がするから。でもその時点で 4,5 秒前じゃないっすよね。そう、最後キッチンだから。うん。いや、俺も最後武器庫の上なんだけど、扉開いてすらなんか開いてきっぱなしだったから。パシャーンって落としたと思った。開けた人がいたってこと？多分。うん。分かんない。わかんねえ。開けたか、俺開けた記憶かもねえわ。おお。大丈夫かな。それサボってる。上半部で。うん。さ。竹尾さん村長ですか。いや。違いますけど、ごめん。インポスターではないってことでいいですね、じゃあ。私でないね。あ、なるほど。わからねえな。わかんないねえ。来たねえ。
できんのこれ。ちょっと一回やってみっか。ほれ。おい見てるか。ほれ。見てるか？おい、カメラの前のキッズ。どうよこの筋肉。鍛え上げられたよ。お腹だけはもうね。あの内臓脂肪でね、もう どうにもできなかったけどね。ほらどうよ、ほら、あ、視聴率上がってる。めっちゃ見てるね。ほら視聴率上がってるね。多分10人ぐらい見てんじゃないの今、せっきり。これ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 あらいいこっちゃいってくれたもんだ。どこじゃないです。どこじゃないです。どこじゃ、ポンさんどこじゃないです。あの僕らの足元にしたけど。あ、ポンさん通報ってこと？あ、あ、ハテナ。ああ、え、え、どういうこと？え、すみません、カメラでずっとエンジンにちょっと。ボディビル会場があったんで、はい、ずっと見てたんですけど、その見てたせいで、あの僕の後ろに、僕の後ろに死体が2個あることに気づかなくて。嘘でしょ。2個2個、2つありました。死体2つありましたよ。え、オッションの死体なら分かる。さっき声聞こえたから。もう2個ありました。もう1個誰だか分かんない。バブルはもう結構前に死んでます。30秒以上かなり前だよ。え、今仕上がったってオッシーとバブちゃんだね。はい、かな。もう1分ぐらい見てたんで、ずっと。え？ハドホンなつ。3、40秒前にバブルは死んで、やばい。死んでた。じゃあミサトランオッシオンじゃない？え？え？ニコ？ダブキルされたんかな。いや、そんなことある？後ろで。いや、でもバブキさんが死んでるって書いてある見たときに。ハドホンなつよ。西谷あるってことは後ろさん生きてたよ。そうですよね。診察室にいたよ。いや、でもまあ俺も多分40秒ぐらい見てるもんな。4、50秒。ん？ん？あっちゃん波動砲？あっちゃん、なんかそこだけお前らなんでそこだけお前らピックアップするんだよ。なんでそこだけピックアップするんだよ。まあ確かに俺も言ってたろ。確かにね、誰か左直しに行ってよってリアクター中に言って、ちょうど左の人が直してるところにぶち当たりそうな波動砲が飛んできたんですよね。うん、なるほど。うまく誘導したんじゃないですか、八山さん。いや、俺左に向かおうとしたら、どっちもあるね。お嬢、まあ、どっちもあるね。瀬戸は、うん、瀬戸が殺してるとかじゃなきゃ成立しないか。でも無理だな、俺の方が後に来てるしな。そうですよ。うん、それであそこに2キルは無理だと思うわ。まあ夏ピョン釣りでお願いしたいけど、まあはっちゃんロラでもええけどね。はい、はっちゃん釣りなのこれ。なんで夏ピョン何釣り。いや、もう撃ってるんでね。あ、そうなんだ、はっちゃん。あ、そうなんだ。そうなんじゃない。よいよいよ。あらー、かっこいい。あらー、うわー、うわー、うるさい、うるさい、やばすぎる。すげー、
やばすぎる。とんでもないイケメン。でもどこだかペンギンが出てくるんだよなこれ。なんかよく見たらペンギン出てんだよ一瞬。やばっ。ペンギン一瞬ペンギン出てんだよ。サブリミナル。キッズたちが。いいっすね。サブリミナルペンギンが。いいっすね。いやここで、ね、じゃあここでこう見守ってもらって。そうですね。うん。動線ここで。カンカンうるせえカンカン。草生え。うわいい色に焼けてるな。そうなんだよね、うん、色がマッチョすぎるんだよ。あっ。え？あれ？あれ？瀬戸が波動砲で死んでますねこれ。かわいそうに。やってますね完全に。金庫室から撃たれてますねこれ。チャゲピーと鬼キは避けれたんだね。よかったよ。まあ、何にも動いてなかったけど、うん、当たんなかった。うん、まあ動いてはなかったですね確かにね。夏ぴょん名誉上町かは今エンジンぐらいにいるな。はい。そうね。今。まあ、やっぱはっちゃん。はっちゃん。おかしいですねちょっとね確かに。まあ俺いや夏ぴょん撃ってるのを見てるんで俺は。えでもいやメイメイ夏町がいるんでしょ。お嬢と町か。はっちゃん弁当。鬼気ようかわしたなあれ。全然かわしてないよ。鬼気にめがけて撃ったぞ俺。波動砲下手くそなだけだよ。そんなことある？うん。一歩も動いてない。あるな。頼んだぜサイドキック確実にあのマッチを打ち抜いてくれ。マジですると多分あれ動いてなくても当たってなかったよな。なんか結構上の方のやつ気がする。結構上、うん、はしごん使わなきゃ当たらなかったよな。これさやあキッズたち、なんでそれ常設なんですか。それ常設筋肉なんですかそれ。ポーズ変わった。おーやりたっかっこいい。かっこいいかっこいい。乗りたいものここ、ね、乗る。行くからポーズ変わる。もうすぐ変えられるけどね。うわうるせえ。あれ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 ご苦労様でしたポンズさん、ありがとうございました。なんでだよ。竹尾さん、竹尾さんだけ。竹尾さん。あれすごくない。竹尾さんが言ってる。あなたのポージングの音で波動砲一切聞こえない。そういうことで。ガン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 って言ったらいつの間にか死んでたもん。いやでも鬼気動いてなかった。鬼気だけちゃっかり下にいたちょっとだけ移動してたけど、ね、なんだとほんのちょっとね。すごすぎるやろあれ。映画狩りやめてくれる。筋肉で弾いた。カン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 がスッて上でびっくりしてた。強っ。